はい、レオンです。今回はね、バッテリー交換する前にねの注意事項をちょっと説明していきたいと思います。これまずね、SIM を抜くことなんだけど、これ一回ね抜く前にね、電源入ってる状態で抜かない方がいいですね。なるべくは一回電源を切るんですよ。これを電源を一応切って、完全に電源が消えてるのを確認してからですね、こうやって確認できたら SIM ピン使って、 SIM ピンなかったらクリップでもできるんで、これこうやって高橋順、これをこうやって抜いて、SIM をちゃんと保管した方がいいですね。バッテリー、もしくは俺サブ機持ってたらサブ機に挿した方がいいかもしれないですね。連絡とか来た場合にね、もしくはこういうのに保存した、保管したりしてね。でこの状態で電源入れると、電源入れないでバッテリーを交換、大和田なんですけどね、ケースも外して、このライトニング、この端子のこの、ここ両サイドのライトニング差し込み口の両サイドのこれネジ、これペンタローブっていうネジなんだけど、これを外して出るんだけど、ヒートガンとか使う人多いけど、ショップの人とか、まあ素人でもやってる人いるんだけど、俺使わないでやる派なんで、できるからあれ使わんでも、吸盤つけてやるんだけどね。電源入れるんだけど、こうやって久しぶりの動画だ。この前動画もめっちゃいっぱい上げてるからさ、今週だけで結構上げてるからね、100本ぐらい上げてるんじゃないかな。1回目が53、4本上げて、でその次に50何本上げたのが Wi-Fi 工事機でやったんだけど、ゲオの前で、でその後に別の日に快活クラブ行って、快活クラブ行って49本だったかな、あげたんだけど、今 SIM が入ってませんっていうふうに表示されたんだけど、こういう感じで、今回はちょっと短い動画なんだけどね、めっちゃいっぱい動画上げてるからさ、もう楽になってんで、でまた撮ってるんだけど、全部動画撮りだめてたやつ全部アップした後に、このバッテリーの交換とかちょっとやりたかったから、動画とか撮りたかったからね。はい、今回ね、iPhone のねバッテリー、社外バッテリー交換する前の注意事項としてね、電源を切って SIM を抜くっていうことのね解説ねやってみました。あとよろしければチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイ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 。あと1本ちょっと撮るのがあるんで、バッテリーに関する注意事項の動画ね。はい、失礼します。